こんにちは、カバゴローです。今回はですね、海外ドラマのストレンジャーシングスのシーズン4が2022年、5月27日にですね、最新シーズンが、パート1、第1話から第7話まで公開されましたので、それを見た感想をお話ししていきたいと思います。以前にですね、海外ドラマ同じくベターコールソウルの感想動画上げさせてもらってるんですけど、あれはこう毎週ちょっとずつ配信されているということで、まあ、2話ずつ感想を上げさせていただいているのでよかったらご覧くださいですが、今回のこっちのストレンジャーシングスのシーズン4は、まあ、一度にですね、第7話まで一気にまとめて公開されたということで、まあ、2話ずつとかではなくても全部見た感想をお話ししていきたいと思います。そうですね、まあやっぱりシーズン3でも言ったんですけど、なんかエンターテインメントですよね、ストレンジャーシングスっていうのは。どっちかっていうと私がちょっとこき下ろしちゃったオザークみたいなのもそうだけど、あとはなんか韓国ドラマの感想でもよく言う、なんかこう続きが気になるとか、ストーリーがどうなる、最終的にどうなっていくんだこの話はっていうのが気になるから見ちゃうっていうのの、まあトップオブザトップみたいなところにあるようなドラマなのかなという気がして、ただ僕がそのこき下ろしたいくつかのものと違うのは、まあ面白いは面白いですよね。うん、まあ面白いなと思いました。その結果ですね、だから金曜日に公開されたと思うんですけれども、もう土曜日のうちに全部見終わったかな、6話まで見たかな。ちょっと妻と一緒に見てるんですけど、まあ、その仕事の関係とかでこう時間が作れない時があって、最終的に全7話目まで全て見終わったのは火曜日ぐらいなんですけど、でも金曜日と土曜日のうちにもう6話まで見切っちゃったという感じでですね、まあ見出したら止まらない面白さっていうのはやっぱりあるかなというふうに思いましたね。はい。で、まあ、久しぶりに見たんで、やっぱり子役の子たちが結構もう顔からがたいから全部変わってきてて面白かったですね。なんか今あんまり人の容姿とかについてあれこれいじるのっていうのはあんまりいいこととされてないらしいんで、まあ、あんまり言わないんですけど、まあなんか言わない方がいいかなと思うんですけど、そうですね、例えばマイクなんかも、なんだろう、それこそシーズン1なんかでは学校でカエル顔なんて言われていじめられてたっていうのがあったと思うんですけど、なんかもう今じゃなんか本当なんでしょうね、うまく例えられないんですけど、なんかバンドでもやってそうな感じの、なんかもうすごく痩せててモデルみたいでしたよね。片やダスティンとかはなんかちょっともうああいう服装のカラフルさも相まってちょっとプロレスラーみたいになってるかと思えばみたいな感じで、なんか結構で、フィルなんかもやっぱり予想通りちょっとこうもう普通に青年みたいになってきて、まあ、かっこいい美少年みたいになってきたりみたいな感じで、まあ、結構キャラクターで、エルに至ってはもう私一目見てですね、フランスのバンドの女性ボーカルみたいなとかって言ってですね、まあ、妻から一つ笑いを取れたみたいなことがあったんですけど、結構そうやってまあ演者のが子役だということで結構見た目も少しずつ成長してきて変わってきているという中で始まったシーズンこの4なんですけど、フィルとエルがその家族でジョイスとかジョナサンと一緒にカリフォルニアに引っ越してて、まあそこの生活を移していくようなところから始まっていったりしてるみたいですけど、なんかそこではなんとエルが学校でいじめられてるというなんか状況になってると。で、このいじめの描写も結構はっきりかわいそうでしたね。結構そこまで明らかにこんな惨めなもうあからさまにいじめみたいな感じの映像とか作って出していいのっていうぐらい結構あからさまにいじめてるシーンみたいなのがあって、で、まあそこで本当にエルが泣いちゃうみたいな。で、なんかそのインディアナ州ホーキンスからカリフォルニアマイクが遊びに来るんだけど、まあ、そのいじめられてることを隠して、なんならいじめっ子とは友達で仲良くしてるみたいな嘘ついてマイクとデートしてるところにまたさらにひどいことが起こるみたいな感じで、結構なんか最初かわいそうな入りから始まってるなという印象がありましたね。まあなんかあとはその、まあ、第1話はまあ第1章って書いてあるんですけど、ヘルファイアクラブって書いてあって、まあ、ヘルファイアクラブっていうのはなんかその彼らはもうみんな子供たちは高校生になってて、なんだ、子供、
ルーカスはなんかバスケ部でバスケ頑張ってても体育会系に行こうとしてる、なんかオタクって言われるのが嫌だみたいな感じになってて、でその中でダスティンとマイクはヘルファイアクラブっていうそのダンジョン D&D っていうのはダンジョン&ドラゴンズっていうそのあの子たちが子供の頃からのマイクんちの地下室でやってたあの遊びをやる部活みたいなのがそのヘルファイアクラブなんだけど、まあ、そこに入って、まあ、やってて別に自分たちはオタクと呼ばれてもいいよみたいな感じで過ごしてる日々みたいな感じから始まっていきますね。でそのヘルファイアクラブの部長がなんかエディっていうなんかまあ一人あの男がいるっていう感じなんですね。まあ、この男の子がまあその後その、ルーカスが所属しているバスケ部のキャプテンのなんか彼女のクリッシーっていう女の子が、まあ、そのエディのお家にですね、まあ、ちょっとドラッグを買いたくて行った時にあの変な死に方を遂げてしまうことで、まあ、エディが殺人のその容疑を追ってしまうことでエディはもうその場を逃げなきゃいけなくて、まあ、お尋ね者みたいになっていくっていうところからまあ話が進んでいくような感じですね。まあ、これ1話1話説明してたら結構長くなりそうなんですけど、まあ、これまでのシーズン1から3と比べて思ったのは結構1話1話が長いですね。もう普通に今これネットフリックスの画面見てるんですけど、もう1話がね1時間18分とか一番短くても1時間4分で、第7話一番最後にパート1の最終話に至ったら1時間40分もあるってことで結構長いっすね。うん、結構長いっす。第4話深夜になるビリーっていう話があるんですけど、まあ簡単に言うと死の宣告、今回の悪役から死の宣告を受けた、まあ、マックスがもう私死ぬっぽいなってなった時に死ぬ前にその大事な人にみんなに手紙を書くんですけど、でそのシーズン3で亡くなった義理の兄のビリーに対してそのビリーの墓の前でその手紙を読み上げるシーンがあるんですけど、まあ長いですね。はい、長いですね。今回結構見てて今までのストレンジャーシングスみたいなのも短くて、しかもシーズン丸ごとでもまあ全部で1話から7話8話ぐらいまでしかないんで、ほんと1日下手したら1日で全部見れちゃうようなもうあっさりとしてだけど中毒性高くて面白いみたいなとは、まあ、ちょっと今回は少し違うかなという感じを私は受けました。結構長いですね。はい、まあまあちょっとしたらもしかしたらあんまいい意味ではないかもしれないですね。あとはね、まあ、全体的な感想からまあこう述べていくと、なんだろうな、僕はね、なんかこうスターウォーズ見てるような気持ちになりましたよ。ちょっともう詳しくないんで言わないですけれども、詳しくは言わないですけれども、スターウォーズについても詳しくないですけども、映画館でね見たんですよ、一番最近のスターウォーズ。女性が女性がなんだっけ、ジェダイになってみたいなやつありますよね。なんかとか、あとはね、僕一番最近の007もやっぱり映画館で見たんですよ。ちょっとね、どちらにも共通してるような感覚が僕はこのドラマにもなんかあるような気がして、まあ、何かっていうのはうまくないですけど、まあ、なんかとにかくみんなで集まって、で物語がめちゃくちゃ壮大で、地球を救おうみたいな感じで、みんなでなんかこう頑張ろうみたいな、なんかね、話がすごく壮大でスケールがでかいっていうよりはでかさ以上にでかくなんか見せようとしてる感じとか、まあ、それがいいか悪いかとまでは、まあ、まだ言及するのは早いんですけれども、なんかそのだからなんか劇中の音楽とかもなんかこうなんでしょうね、今までのストレンジャーシングスっていうのはなんかこう今回が全くそういうのがないってわけじゃないですけれども、今までのストレンジャーシングスに使われてた音楽ってなんかこうその今から見た1980年代をなんかわざとこう誇張して描写していくような、まあ、なんか感じだったりとか、まあ、なんかこうなんでしょうね、古ぼけた写真とかを見てるような、なんかそういう歪んだ世界みたいなのをなんか音楽なんかも使って表現してて、僕は印象を受けてるんですけれども、今回のやつなんか結構オーケストラとか結構はっきりとした音楽を使ってて、なんか本当映画館で映画を見ているようななんか雰囲気の作り方で、なんか別に1980年代の世界観みたいなのはなんか別にもうそんな見せる気なさそうだなっていうような感じがしてますね。そこら辺がなんかなんかそれでなんかみんなで世界を救おうみたいな話をしてる感じが、あとはなんか新しいだけど超強力な敵キャラが出てきてみたいな展開とかもなんかちょっとスターウォーズとか
なんか007かなんかも分かんないけど、まあ、なんかちょっとそういう感じがしたっていう気がしますね、うん、で新しい悪役っていうのもなんかその、ま、あのこのストレンジャーシングスでは、まあ、イレブンって女の子がいるのに対してあのシーズン2ではエイトっていう女の子が出てきたりとかっていう中で、今回のこのシーズン4では、まあ、あの一番最後に明らかになるんですけど、あの第7話で明らかになるんですけど、あの1っていうその001っていう子が、まあ、実はこの物語全体の悪役であるっていうところが明らかにされたところで、まあ、終わってしまってるっていう感じではあるんですね、うん、まあだからまあ面白いですよ、面白いは面白いです、あの本当に一番最初に言ったんですけど、本当エンターテインメントとして見ていてなんか楽しいなみたいな、これ見ながら、うん、夕食食べたり、これ見なあの仕事した後に夜このドラマ視聴するの楽しみだなみたいな感じでいられていいかなって思うんですけど、まあ、これまでのストレンジャーシングス 1,2,3 と比べると、まあ、なんかそのどれともちょっと違うかなという感じはしましたね、うん、ただね僕はねそれそんなに、まあ、悪く捉える必要はないかなと思っていて、あの以前のそのストレンジャーシングスの感想 1,2,3 です、まあ、それぞれ述べているような気がするんですけれども、あの特にシーズン1がすごく面白くて引き込まれたんだけれども、あれは要はその何が起こってるかはフィルが消えて、でしかもなんかバーバラもいなくなって、で何が起こってるかよくわからないみたいなところから、まあ、最終的にこういうことが起こってて、まあ、つまりその、アップサイドダウンに続くあの次元ゲートが開いてて、まあ、そのことによってデモゴルゴンが、まあ、あの世の中にこう出てきちゃってるみたいなことでっていうのが明らかになっちゃったから、まあ、シーズン2シーズン3も、まあ、その延長線上みたいな実際話だったし、まあ、設定も分かってるけど、まあ、面白いよねみたいな感じの中で、まあ、このシーズン4に関してはちょっとその、 あの考え方を少しなくしてて結構完全に新しい設定を、まあ、持ち出してきたっていう感じではあるんですよ。その最初に言ったそのヘルファイアクラブの部長のエディの自宅で、あのチアリーダーのクリッシーっていう女の子が、まあ、突然宙を浮いてなんかもうバキバキバキってなんか体がもうあらぬ方向に曲がって目ん玉くり抜かれてあの死亡してしまうっていうのが、まあ、これまでになかったような感じで、しかもなんかそのなんか呪いを受けた結果、なんか現実にいるんだけどなんか幻覚が見えて、しかもなんかそれがボーンボーンってあのこう振り子の掛け時計みたいなのがその呪われた人には見えるようになって、なんかお前はもう時間だって言われて、最終的に今言ったようなあの殺され方をしてしまうみたいな感じで、でそれで殺されたことによって、その、まあ、ちょっと順番がめちゃくちゃなんですけど、そのワンっていう今回の敵役が、まあ、なんかそのエネルギーを吸い取ってさらに強くなっていくみたいな感じで、なんかこうふわーって浮いて後ろにこういっぱいなんかこう線でつながれて、なんか管かなんかで栄養を受け取ってるそのワンっていうそのゾンビの親玉みたいなのがいてみたいな感じが、まあ、なんかこう、まあ、これまでと違う設定を作ってきたってことで、あのシーズン1であったようなこの話は一体何が起こってるんだろうなって思わせるようにしてるっていうのは、まあある意味では良かったのかなと思いますね。そのことによってまあ面白くなっていくんじゃないかなっていう気はしてますね。まあだから、まあ、心配が一つあるとすれば、あのまあスターウォーズみたいだとかって言ったんですけど、結構こう話が壮大で、今回の敵役もまあ001ってことで、なんかいきなり1番なんか持ってきちゃって、まさかこのシーズン4をもってストレンジャーシングスって完結しちゃうのかなとか、僕そこはよく知らないですけれども、なんか続編作りたいんだったらなんかあんまりこう物語のスケールを壮大に過ぎない方が良いのではとかって思ったりは、まあ、するところはあるんですけどね、うん、そうですね、そんなところかな。でまあだからそのアップサイドダウンの世界もシーズン1なんかとの描写とはちょっと違くって、あの途中の中でエディ と、スティーブとナンシーとロビンがあのそのアップサイドダウンの世界にあの落ちちゃって、そこからまた脱出するためにあのアップサイドダウンの世界のあれはマイクの家かな、マイクの家だったと思うんですけど、家に行ってそこに自転車が4台あるのを見つけて、そこからそのもう一つのゲートがあるそのエディのお家に行くときに、なんか自転車をみんなで漕いでいくんだけど、ずいぶん道が綺麗でずいぶん道綺麗だなと思って、だってあのシーズン1の時にホッパーとジョイスがフィル探しに行くときにあの通った道なんて、なんかもう一面吹雪が吹いてるようななんか感じで、防護服着てなんかもうなんかもうそこら中の地面にそのうねうねがあったじゃんっていうのを思うと、
なんかちょっと全然違う世界だなとか思ったり、しかもなんかその世界をコウモリが飛んでて、でなんかその結果そのゾンビの親玉であるところのワンっていうのはなんか一つの邸宅みたいなところになんか居を構えてるみたいな感じっていうのが、なんかこのコウモリとお城とみたいな、なんかイギリスを舞台にしたようななんかある映画やドラマみたいだなって思いましたね。僕あのそのハリーポッターとか映画では見てないからよく知らないんですけど、なんかちょっとそういうこう全然スタイル変えてきたなみたいな、なんか何食わぬ顔で変えてきたなみたいなのが、まあ、ある意味面白くて、まあでも全体としてその、うん、あの見てるものが面白いんでまあいいかなぐらいの感じで、うん、まあ楽しめてるからいいかなというふうに思っていますね。はい。で、まあ、あとはまた、まあ、ケチつけるわけじゃないですけど、絵のこう移り変わりっていうか、ジョイスとマレーがホッパー助けに行くあのまああのエピソード、そのエルが自分の能力を取り戻すためにあのニーナっていう研究所で昔の記憶をたどるエピソードで、そのダスティンとルーカスとエリカがあの青年4人のそのロビン、ナンシー、スティーブ、エディと、まあ、なんかそのホーキンスでっていうシーンとか、まあ、あとはそのもう一つあのなんだ、フィルとジョナサンとアーガイルと、ダスティンの彼女、名前も覚えちょっと今出てこないけどみたいなっていうのが結構こう、今はこのシーン、今はこのシーン、今はこのシーン、結構ねなんか結構なんだろう、そのシーンの切り替えがね事務的すぎるっていうか、特にあのなんだろう、エルの記憶たどった後にあのジョイスたちのあのロシア編やってって思ったら、またエルに戻ってきて、またあのジョイスの方のロシア行ってみたいな、だったらあのまとめて一回やってからそっち行ったらよくねみたいなこととか思ったり、なんか結構そのつなぎつなぎとかが僕はあんまり心地よくはなかったなという気はしましたね。なんかまあ雑は言い過ぎかもしれないけれども、うん、なんかその割にも全然あのアーガイルとかジョナサンとか あのあっちのフィル、マイクの方のパーティーってもう全然出てこないよなとか、なんかそこら辺のウェイトっていうか、ウェイトは重要性は別に関係ないかもしれないけど、なんかバランス感とかもなんかあんまり、まあ、よくわからないなみたいな、なんかこう私の中でそのディテールはまあ割と甘いかな今回はっていう感じがしながらも、まあなんか、まあ、最初から言ってるんですけど、なんかエンターテインメントとして見てて、まあ面白いよねっていう意味では、まあ、ちゃんと面白いものが出来上がってきたっていうあの満足感はあったかなというふうに思いますね。まあ、あとはその、まあ、そのケチの続きという意味では、そのだから1話1話も結構長いし、長いな長いなって結構思いながら見てはいます。そこら辺は今までのストレンジャーシングスとはちょっと違うかなっていう感じ。でもつまらないということはないです。まあ、普通に見てて面白いです。うん、だから早く続き見たいなというふうに思いますね。はい。で、シーズン4の、あ、シーズン4ですね。最新シーズンのシーズン4の、パート2っていうのは7月の1日に公開が一応予定されてるらしいですね。まあ、今日が、5月30日なんですけど、まあ、約あと1ヶ月待ちってことで、ね、この1ヶ月一体何なんだろうなみたいな感はあるんですけど、はい、なんかねちょっとあの次回予告のあの映像なんかも本当10秒20秒ぐらいのちょっと本当一瞬のもん見ましたけど、なんかロシアにも結構いっぱいそういうデモゴルゴンのなんかなんだ標本とか、あのマインドフレイヤーとかもあったりとか、うん、なんかね、まあ、なんかこの先も結構あの結構大げさな展開が待ってそうだなっていう意味ではね、うん、なんかある意味すごいあのシーズン4は全く 1,2,3 とは結構全然別物な感じはして、それはそれで面白いかなという気がしてる。ただなんかまるでもうシーズン4で完結したんじゃないかなぐらいのなんか風呂敷の広げ方していやしないかなという感じはしないでもないというか、なんかせっかくこう子どもたちもこう成長していく中で、なんかどんどんそのでこうやってどんどんあの敵役の設定とかも平気で変えてくるんだったら、まあ、シーズン5、シーズン6って、まあ、全然こう続編で続いていったらいいなって私なんか思うんですけれども、っていう意味ではなんかそのなんか今ちょっとが、まあ、張り切って作りすぎてないか、しかもその割になんかディテールはてんてんてんみたいなところをちょっと思いましたので、
まあとにかくですねと、まあいろいろ期待してただけにね思うこともいっぱいあるなっていう感じはするんですけど、まあ普通に面白かったです。はい、一言で言うとそんな感じなんですけど、まあそれでは動画にならないということでですね、私が思ったことをまあ約20分ぐらいお話しさせていただいたという感じになります。はい、というわけで今回はですね、ストレンジャーシングスの最新シーズン4のパート1、第1話から第7話までですね、こちらを全部見た感想をお話しさせていただきました。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。